チキータ、ちっさいけどすごいやつ、これがスティーズチキータフロックです。チキータはですね、見ての通りすごいコンパクトです。ちっちゃい、結構動かしにくそうだなっていうイメージ最初あったんですけど、実はですねチキータの特徴としてこの大きなカップ、そしてこのボディに対してですね結構長めのスカートを使うことで水をですねこうすごく掴む、動いてる時にこうあんま前に行きづらいブレーキのような役割を果たしてくれます。そのブレーキの役割があることで一点でこうネチネチ誘いやすくって、まあ、フロックあんまりドッグウォーク苦手だなっていう方でもドッグウォークすごくさせやすいフロックになってます。年々ですねすごいタフになってくるおかっぱりフィールド、野池だったり小規模河川ですね、でもものすごい使いやすいサイズ感、そうコンパクトなんでちっちゃいエビだったりあとは虫をしっかり演出してくれます。こうコンパクトボディだからですね、擦れたバスも近くに寄ってきても全然見切れずにパクッみたいなもう釣れちゃったぜひ皆さん使ってみてください。痛い痛い痛い。でかいっすよこれも。熱熱うい、よっしゃーたまらん、しゃーでっけ、完全にもうこれ襲いに来ましたもんね、やーべー、ばっくりでっかめっちゃもう本気で食いましたよ。チキータ、小さいけどすごいやつ、やっ